わけがわからない WW。大谷は4打席目の7回の先頭打者で代打を送られ途中交代。球団は交代理由を痙攣と発表。特定の箇所は明らかにされなかったが、4回の38号を放ったスイングの直後に左手で左腰、脇腹付近を押さえ表情を歪めていた。第1試合で111球を投げ、メジャー初完封。そしてその45分後の第2試合に先発出場。地元の実況もさっき完封したのにもう試合に出ていると驚きの声を上げたが、その驚きのさらに上を行くキング独走の37号、そして38号。地元放送局の実況も全く信じられない、第2試合も翔平の勝だと感嘆していた。やりよった、やりたい放題なんて朝っぱらから意味がわからない。化け物定期1安打完封してすぐのダブルヘッダーで2打席連続 HR ってどういうこと？完封見届けて寝た人起きたらドン引きするやろこれ。投げた次の日試合はよく爆発するな。次の日じゃないんだよな、怪我声言わした休んでくれ。トレンド壊れる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。